はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の色場です。今回で12回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は訪問看護についてお話を伺いたいと思います。今回はですね、初めて、電話による放送となりますので、ちょっとあたふたするかもしれませんが、よろしくお願いします。それでは、訪問看護生協訪問看護ステーション七色の責任者の大城真知子さんの方に自己紹介をお願いいたします。はい、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。大城真知子と申します。はい、私自己紹介ですが、はい、出身は沖縄県の那覇市でございます。那覇市、はいはい、はい。なんか中部っていうイメージがあったんですけど。そうですか。はいはい、なんか具志堅あたりかなと。那覇の出身です。那覇の出身なんですね。はいはい、わかりました。私もですね、私もというか、結婚当時に、具志堅に住んでたことがあってですね。あ、そうですか。はいはい、うん、妻が具志堅の方で仕事をしていて、はい、そのアパートにですね、私が、引っ越しをするという感じでですね、1年半ほど具志堅に住んでたことがありました。はい、あ、そうですか。はいはい、大城市長もね、具志堅とか沖縄市とかというイメージがあったんですよね、私には。はいはいはい、はい、今住んでいるところがうるま市なので。住んでいるところがそうなんですね。はい、なんかもう、イメージがね、中部というイメージをしておりました。はい、お願いします。あとですね、休みの日とか、どのように過ごされているのかなっていうのをね、ちょっとお聞きしたいと思います。はい、休みの日なんですが、はいはい、最近はですね、はい、ガーデニングと、ガーデニング、DIY にハマっております。はいはい、お庭ですね、ガーデニング。はい、はいはい、そうですね、ガーデニングといっても、主人と一緒にですね、はい、毎週日曜日のこと目指せイングリッシュガーデンということで、イングリッシュガーデン、はい、庭作りを楽しんでいます。すごいですね。どんな感じの庭なんですかね。目指せイングリッシュガーデンです。イングリッシュガーデン、ちょっと、はい、そうですね、洋風なんでしょうか、はい、何でしょうか。イメージがわからないんですけど。はい、長靴履いて毎日日曜日には麦わら帽をかぶって、はいはい、長靴麦わら帽、宮作りをやってます。はい、なるほど、普段のイメージとなんか微妙に違いますね。はいはい、なんかおとなしいイメージがあって。全然違うと思います。そうなんですね、全然違うと思います。はい、そうですか。で、DIY ではどんな風なのを作ってるんですか。はい、そうですね、庭作りを始めたきっかけは、はいはい、主人の方が小屋、納屋をちょっと作りたいということで、自分たちで組み立てたのがきっかけで、はいはいはい、それから庭、芝生にレンガを敷いたり、はいはい、あとはデッキを作ったり、うんうん、そして今は、はい、ガーデニング用の、ガーデン用の外の、なんて言いますか、流し台、流し台キッチンですね、作っています。はいはい、そして最後は、そうなんです。ピザ窯作りで、窯まで作るんですか。はい、完成します。なるほどですね。窯まで作って、ピザも焼いてるんですか。まだピザ窯は途中、作りかけなので。はいはい、はい、いつ頃完成予定ですかね。そう、1月いっぱいには完成すると思います。1月いっぱいには。では2月にはですね、ピザの配達もですね、お願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、ぜひ。はい、お願いします。あと、なんか食べ物で好きなものとかもありますか。食べ物はですね、はいはい、実はパンが大好きなんですね。はいはい、洋風ですね。もう、はい、そうですね、毎日食べないと。毎日パン食べてるんですか。すごいですね。何パンというか、はい、何でも食べるんですか。パンは、何でも OK です。はいはい、何でも OK です。フランスパンからアンパンから。そうですね、はい、甘い系が多いですけど。なるほどですね。はい、はいはい、そうですか。私はパンだとね、普段お腹空くので、はい、ご飯が好きなんです。あ、はいはい、朝はもうご飯食べないとね、なかなか力が湧きません。そうですよね。はいはい、そうですか。毎日パンですか。まあ、洋風ということで。はいはい、わかりました。嫌いな食べ物なんかもありますか。
嫌いなだけ食べ物はお恥ずかしいんですが、はい、椎茸がダメなんですね。椎茸。椎茸はいはい、なので、ね、沖縄は本当にあのソーキ汁だったりなんか中身の汁に椎茸をね、うん、よく使いますよね。はいはい、でだけど自分で作るときは、はい、あの椎茸抜きで作っています。椎茸抜きで、はいはい、だしが出ないんじゃないですか。そうですね。でしかも長男嫁なんですけど、長男嫁だ、ね、ダメですね。椎茸抜きの、はい、料理ということですね。そうです。はい、わかりました。ちょっと休憩入りますね。はい。はい、また引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお送りします。また引き続きね、あの大城室長よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、1月からですね、今月から、はい、生協訪問看護ステーション七色がオープンしたということで、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。早速ですね、訪問看護についてですね、いろいろと教えてほしいと思うんですけども、はい、そうですね、はいはい、訪問看護っていうのはちょっとあまりなんか知られていないところもあるんですけど、そうですね、はいはい、ね、うん、訪問看護っていうのは看護師が、はい、主治医の指示を受けて、はいはい、住み慣れた地域やご自宅に訪問してですね、うん、療養生活を送ってらっしゃる方の病気や障害に応じた、はい、看護を行うことなんですね。はいはい、看護師が家に訪問してそうですということですね。はい、はいはい、健康状態の悪化防止であったり、はい、回復に向けてお手伝いしているというところです。はいはい、なるほど、はいはい、うん、それから、うん、はい、あと例えばですね、はい、入院されていた方が退院することになったけど、はい、やっぱりちょっとね、まだ医療的な処置が必要、はい、管が入ってるとか、はい、このまま家に帰るのは不安だなとか、はいはい、あとご家族だけで介護状態になった時に、うんうん、この介護や医療的ケアができるんだろうかとか、はい、また最後をですね、人生の最後を自宅で過ごしたいと望んでるっていうにもかかわらず、まあ、急変したらどうしようかなっていう不安にね、はいはい、訪問看護のサービスを提供して、うんうん、住み慣れたご自宅で療養生活ができるように支援するというものです。なるほど、はいはい、まあ、具体的にはどのような、うん、そうですね、具体的には、はい、その病状や健康状態の観察であったり、はい、あと体を拭いてあげたりだとか、はいはい、正式ですね、はいはい、あとお風呂の入浴解除、入浴の解除、はいはい、そうですね、うん、それから排泄の解除であったり、うん、あとお薬の管理であったりだとか、はいはい、はい、あと病状悪化の防止回復、に関して療養生活の相談とアドバイスであったりだとか、うんうん、はい、あと、まあ、簡単って言ったらですけど、自宅でできるリハビリテーションを、はい、それとですね、主治医の指示を受けて病院と同じような医療的な処置も行いますね。あとまたね、病院の看護とはちょっと違って、はいはい、訪問してからの看護ですので、はいはい、その利用者さんによっては1週間に、まあ、1回だとか2回だとか、はい、毎日ではないわけですね。そうですね、はいはい、時間も限られていて、はいはい、いるんですけれども、うん、まあ、利用される方のその方やそのご家族の、はいはい、意思であったり、うん、生活を尊重して、うんうんうん、安心して生活できるように、はいはい、支援させていただくということが訪問看護という形になります。はいはい、なるほど、
その、まあ、あのオープンしたのが中部、まあ、共同病院の中にあるっていうふうに聞いてますが、はいはいはい、まあ、訪問看護のこの七色のですね、まあ、範囲など、はい、どこまでいくのかなっていうのもね、ちょっとお聞かせいただけたらと思います。はい、沖縄市とうるま市っていうことになってはいるんですが、はいはいはい、隣接している近隣の嘉手納町であったりだとか、うん、茶壇町、はいはい、北中城、その他の地域も、うんうん、相談に応じて訪問させていただくことになっています。はいはいはい、まあ、そういった範囲も可能だと、はい、そうです。まあ、中部はほぼ網羅できるっていう感じですかね。そうですね、はい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 、西原とかも行くんですか。西原ちょっと遠いですけど、ちょっとまだあまりまた訪問が遠いところにはちょっと時間かかったりしますからね。そうですね、うんうん、はいはい、ことができない場合もありますね、うん、はいはい、まあ、今は、まあ、沖縄市、うるま市、まあ、近隣の嘉手納、茶壇、北中城ぐらいまではいけるかなというところですかね。はい、わ、ね、はいはい、かりました。今スタッフは何名いるんですか。開設したばかりですが4名でスタートしております。あ、4名でスタートですね、はいはい、今後また増えていきます。はい、できればニーズに応える形で、うんうん、利用者の方が増えていけば、はいはい、やはり看護師さんも、うんうん、増やして、はいはい、頑張っていきたいなと思っています。なるほどですね、はい、これ時間もあれですか。24時間とか何時から何時までとか。そうですね、通常の営業時間は8時半から17時ですが、24時間緊急時にも対応できるように、するということで、はいはいはい、オンコールを持つことになっています。はいはい、あ、じゃあ電話で、はい、何かあった時には対応するということになるわけですね。はい、そうです。やっぱり夜であったりだとか、はいはい、具合が悪くなった時だとかは、急に急変したりとか、そうですね、はいはい、そういったにも対応すると。はい、24時間、ね、対応させていただいております。はいはい、そうするともう非常にね、安心して訪問看護を受けられる方も過ごせるかなと思いますね。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとだけね、また休憩入れますので、はい、はい、すみません。はいはい、はい、大城市長、またね、引き続きいろいろとお話伺いたいと思うんですけど、はいはい、まあ、訪問診療とか、あ、訪問看護なんですけど、他にもね、はいはい、訪問診療とか訪問介護とか、まあ、いろんな訪問がつくね、はい、医療行為というかがあると思うんですけど、はい、そういったのもちょっと教えていただければなと思いますね。はい、なかなか訪問診療であったり訪問看護介護であったり訪問看護であったりね、はいはい、ちょっと区別がね、なかなか違いが、はいはい、よくわからない、何がどうなのっていうね、ちょっと分かりづらい部分があるので、はい、訪問診療のところですが、はい、在宅医療というのは3つに分かれておりまして、はいはい、医師が訪問して診察や経過観察を行う訪問診療、はいはいはい、これは訪問診療ですね。そうですね、はいはい、うん、で看護師が訪問してケアを行う訪問看護、はいはいはい、そして理学療法士や作業療法士が行う訪問リハビリなので、で医師が患者さんの自宅などに出向いて行う診療が、先ほども言いました往診であったり、はいはい、訪問診療になります。はいはい、でもう一つ訪問介護っていうのがね、訪問介護っていうのはヘルパーさんが、はい、訪問介護員が、うん、利用者の自宅や、はいはい、入居先の施設に訪問して、うん、身体介護であったり、はいはい、生活支援も行うものですね。うん、はいはい、身体介護っていうのは、はい、まあ、食事であったり排泄であったり、うん、はい、
入浴などの介護のことで、はいはい、生活支援は、うん、お掃除だったり洗濯だったり、うん、お買い物あと調理など、はい、生活支援を生活支援をさしています。はい、はい、あのこの辺がねあのなかなか訪問診療なのか訪問看護なのか、ね、訪問介護なのか、ねうん、あの利用する側にとって、はい、なかなか分かりづらい部分かなと思ってますのでね、分からないときはまた問い合わせてね、あのそうですね、何に当てはまるのかとか、はい、訪問看護が必要なのか、はい、訪問介護が必要なのかっていうのをお聞きしたらいいですね、はいはい、あのスタッフとかですね、はい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 、分かりました、ありがとうございます。あとあの訪問看護がですねスタートしたのが、はい、まあ、沖縄医療生協等々っていうふうに聞いておりますが、まあ、どのように始まったかっていうのもね、はい、少しお聞かせ願えればなと思うんですけど、そうですね、あと、訪問看護自体が、はい、その診療報酬で今みたいに認められたっていうのが1983年なんですね。83年、はいはいはい、老人保険制度で、はいはい、当初は退院患者継続看護、うん、指導料という報酬だったんですが、あの沖縄民連では、はい、診療報酬で認められるこの10年以上前の開設時、うん、そうですね、はいはいはい、1970年の民主診療所開設の当時からですね、はいはい、その当時は本当に劣悪な医療情勢の中でも、はい、私たちこの民主診療所を開設した3名の大先輩の看護師さんによって、はいはい、うん、先駆的な、ね、訪問看護が行われたっていうふうにあのよくあのお聞きしております。はいはいはい、なるほど。例えばですね、うん、はい、あのご自分たちで本当に滑車をなんか買ってきて、はい、あのリハビリ器具みたいにして、はいはい、歯車がちょっと歯車というか、そうですそうです、ガラガラついてるやつですね、はい、はいはい、行ったりもしたよ、うん、っていうことで、ね、これはあれですかね、うん、取り付けたりとかして、そう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 、今で言うとね、あの原因っていうんですか、はい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 、なんかそういうのにあの当たると思うんですけど、うんうんうん、なぜあの報酬に関係なく私たちはボランティアで、そのそうそう、はいはい、ボランティアというか、うんうん、あのご自宅で、本当に過ごせるようなことを、はいはい、大先輩たちが全国的に行ってきたっていうところです。あのその時から、うん、まあ、あの DIY そうですね、などからそこがあの、はい、原点かもしれません。はい、はい、今でも DIY に引き継いでるのかなという感じですかね。そうですね、はいはい、あ、先ほどね、あの1970年、まあ、那覇民主診療所って言ってた、まあ、沖縄民主診療所だと思うんで、はい、ちょっと訂正しておきますね。はいはい、あ、そうですね、すいません。はい、はい、本当にあれですね、なんだっけ、この老人保険制度ができる前から、まあ、ずっと往診、はい、往診やら訪問看護をやってたっていうことなんですよね。はい、はいはいはい、そうです。本当に先駆的な、ね、取り組みをずっと先輩たちがやってきたのかなというふうに、ね、はいはい、感じますね。はいはい、この歴史50年の歴史の中で、はい、こういった看護をあの先輩たちが築き上げて、本当に私たちの看護の原点が築き上げられてきたかなと思いますし、今年はぜひこの七色開設を機にですね、はいはい、これまでこの先輩たちが本当に築き上げてこられた看護を継承してね、はい、あの発展させていければなというふうに考えております。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとまた休憩入れますね。はい、はい、またあの大塩室長、あの引き続きね、はい、ちょっとお話伺いたいんですけど、はいはい、まあ、最後にねちょっと何か一言あればと思ってますので、ちょっとお願いできますか。はい、はいはい、皆さんもご存知のように、
今新型コロナウイルス感染症の拡大から、最近また広がってますね。社会環境が本当に大きく変化して、私たちあの暮らしにすごく大きな、ね、影響を与えて、命と暮らしっていうのが脅かされている状況になります。この訪問看護ステーション開設を機にですね、今こそ看護の原点に立ち返って、暮らしの場で本当に困っている人たちに寄り添って、誰もが安心して健康で暮らせることができるように、命と暮らしを見る、看護を目指して、地域ニーズに応えていきたいというふうには思っております。なるほど。他にもありますか？はい。それに、生協訪問看護ステーション七井路には、本当に地域の皆様が住み慣れたご自宅で、療養生活が送れるように、その人らしさに寄り添い、支えることをモットーに、職員一同、解消できたてですが、職員一同力を合わせて頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。訪問看護ステーションの、電話番号とかも、問い合わせとかあればお聞かせください。生協訪問看護ステーション七井路の電話番号ですが、098-934-7555 が3つですね。もう一度お願いできます。098-934-7555、098-934-7555ということですね。いつでもご相談お待ちしております、ありがとうございます。先ほど、話したように、訪問診療なのか介護なのかちょっとわからないという人も、問い合わせ、いただけたらいいかなと思いますね。わかりました。今日はね、本当に電話での、放送だったんですけど、どんな感じでしたかね。なんとかね、こちらもできたかなと思ってちょっと安心してるんですけど、すいません、ちょっと早口で、聞きづらかったかなと思うんですけど、大丈夫でしたかね。大丈夫でした。そうですね、こちらもね、良かったと思います。なんとか収録も、できたなと思っています。ただ、結構ね、大城市長はうふそうなところがあってですね、打ち合わせ昨日やろうねって言ってたら時間間違ったりとかですね、収録日をね、今日収録ですよって言ってたの1日ずれて今日が収録で、今日が打ち合わせで明日が収録というふうに思ってたようで、ちょっとねすれ違いがあってね、ちょっとこちらもあたふたしましたが、なんとか収録できましたので、すみませんでした。大失態です。本当に申し訳ありませんでした。でも初めてですよ、こういうのは。普段からではないんですね。ちょっと打ち合わせ時間にも何の連絡もないなとか、いろいろ僕もバタバタしてて連絡できなかったんですけど、本当に申し訳ありませんでした。ありがとうございます。びっくりでした。本当に今日は、どうもありがとうございました。電話切っていいですのでね、どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。今日はですね、生協訪問看護ステーション七井路のですね、大城真知子、責任者ですね、訪問看護室長ですね、お呼びして、訪問看護についていろいろとお話を伺いました。これからもですね、またラジオを通して、沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部、098-850-9004 までお願いします。BGM にはですね、クラウンジさんという方のですね、全盲クリエイターの方の作品を使わせていただきました。次回はですね、健康づくり委員会原国正弘委員長を招きし、健康づくりとかですね、フレイル予防についてのお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時半にお会いしましょう。